北海道浜頓別町。オホーツク海沿岸の北部に位置する人口およそ3000人が暮らす町です。海の幸に恵まれた漁業と冷涼な気候を生かした酪農業を基幹産業とする自然豊かな町です。今回は加藤貴章さんの動画の後編をお送りいたします。私東京にいると言いたいこといっぱい出てくるんですよ。そのいろんな人がいるんで、嫌だなって顔して歩いてる人結構いるんですよ。もうこう何が嫌なのか分かんないけど、そう思うとその人に対して何か言ってあげたくなるんですよね。たとえ田舎であってもそういうのって少なからずあると思うんです。ただみんなやっぱり謙虚だしつつましいので言えないのか言わないじゃないですか。踏ん切りつけてこう環境を変えた方がよっぽど穏やかに暮らせるのにって思うことはすごく思いありますね。それはまあこっちの人にも逆に思うことあって、こうなんかずっとじっとしててこう気に病んでしまうってたまにポロッとこぼす時とか聞くんですけど、でも思い切って行動したらきっと変わることあると思うし、一日だけでもこうやってみたらいいんじゃないかなって思うし。悲しむこともなかったなかったのにな。僕はやっぱり中学校卒業から離れてるからか、地元へのこういい思い出みたいなのがこう凝縮されてるですね、自分の中で。だからその地元を離れた時に離れてから帰ってきて、なんか寂しいというか、どんどん閉まっていく店とか、どんどんいなくなる人が出てきて、なんか普通こんなはずじゃなかったよなって時々思って本当は地元で育って地元の人に世話になってこう育ってって都会に出て地元を支えるのはこう若い人のはずなんだけど、こうみんな出てっちゃうから次がいなくなって、で頑張ってきた人たちがいなくなってってなったら、こんなに悲しいことはないんじゃないかって時々思うんですよね。すごく たくさん来てくれて嬉しいですね。町を盛り上げたいというか、そういった気持ちでアクションを起こしていきたいんだと、代々
町を盛り上げて支えてくれた人がいて、それを今支えてくれてる人がいて、この町は成り立ってるんだと。自分たちが次の世代、ふるさとを盛り上げていくんだと、これからもこういったイベントを起こして盛り上げていきたいと思ってます。毎日が遺恨だ、果てなく思う悲劇も切な、ケイスケです。結家食堂浜と盛り上げますよ。お疲れ様です。すごかった。俺昼からずっといたよね。人、いや本当にありがたいです。本当にもう本当に協力がないとできないことだったよ、ね、みんながね協力してくれる。全然僕の力なんか1ミリもないです。ありがとう。